グレース・ジョエルはニュージーランドの画家である。主に肖像画、人物画を描いた。ニュージーランド南東の南東部のオタゴ地方のダニーデンで生まれた。父親はイギリス生まれの種類の輸入業者であった。若い頃から画家になる道を選び、ダニーデンのオタゴ女子高校を出た後、1886年にはオタゴ美術協会のメンバーになった。 1888年から1889年の間はオーストラリアに渡り、メルボルンのビクトリア国立美術館の美術学校で学んだ。その後、フレデリック・マッカビニア・リンゼー・バーナード・ホールの指導を受けた。1894年にダニーデンに戻り、オタゴ美術協会やイーゼルクラブで活動し、イタリア出身でオーストリアやニュージーランドの画家に影響を与えた画家の ジローラモネルリとも知り合った。地元で肖像画家として知られるようになった。美術界でより高い評価を得るために1899年にヨーロッパに渡り、ロンドンに住み、フランスやオランダも訪れた。ロイヤルアカデミー・オブ・アーツの展覧会や、フランス芸術家協会の展覧会にも出展した。1906年に短期間、ニュージーランドに帰国した期間を除いてその後は、 ヨーロッパで活動し、1924年にロンドンで死去した。ありがとうございます。